鈴木宗男です。斡旋収賄罪で2年間の実刑判決を受けた男です。ロシアとの友好関係では宗男ハウスです。無所にも入っていない幹事長なんかと一緒にしないでください。藤田幹事長です。維新は中条きよしとか猪瀬直樹とかとんでもないのが来ます。鈴木宗男にも注意はしてましたが、今度もとんでもないことをしでかしました。ここは幹事長にはっきり言いたい。国益はあなたの拡大票を私考えてですね、政治家として動いてきたということ。ここは幹事長にはっきり言いたい。国益はあなたの拡大票を私考えてですね、政治家として動いてきたということ。ここは幹事長にはっきり言いたい。国益はあなたの拡大票を私考えてですね、政治家として動いてきたということ。ここは幹事長にはっきり言いたい。国益はあなたの拡大票を私考えてですね、政治家として動いてきたということ。朝鮮民主主義人民共和国핵무기연구소상명대륙간탄도탄장착용수소탄시험에서완전상조선노동당이조선이끄는힘오고세다